ここを曲がる、よいしょ、ここを曲がる、よいしょ、よし、こう行こう。マニアックルートです。出ました、小山さんのマニアックルートです。いや、気持ちいいな。なんとも充実した日曜日ですね。趣味の日曜日ですね、これね。走ってます。夕暮れ時の太陽の光を浴びながら走っております。カブの旅 with ベスパ、ベスパ、おっと、カブ仲間、カブ仲間です。お、小山さんはさすが地元ですね。マニアックなルートを選択しました。マニアックルートです。この勝敗企業ならではのマニアックルートを今走行しております。地元の方ならではの道です。左に曲がる、またこれを左へ、はい、わかりました、行きましょう。左へ、マニアックです、マニアック田舎道。あー、綺麗だな、すごい綺麗だな、素敵ですね。田んぼが綺麗、もう実りの秋ですね。そう、もう秋ですよ、実りの秋ですよ。もうちょっとかな、この辺りはね。今日ね、何度か稲刈りをしている風景に出くわしましたけども、もう秋なんですね。もうすっかり田んぼは実りの秋をね、迎えつつあるんでしょう。マニアックな、やっぱマニアックな道は通るべきなんでしょうね、これね。はいはいはい、よしよし、はいはいはい、それ、おっと、よし、 OK、 ゴー。マニアックルートを通りまして、おそらくショートカットしたんでしょうね、これね。おそらくショートカットできたんではないかと。いやー、よいしょ、マニアックな抜け道を。あー、綺麗だな、素敵ですな、この道。いやー、綺麗です。奈良の、もう南の方ですね。これからね、二条山を越えて、竹之内峠を越えて大阪に入ります。行きはね、暗がり峠でしたが、帰りは竹之内峠です。はい、国道309号線を大阪富田林方面に向かって走っています。富田林ね、犯人が逃げちゃった富田林です。一気に抜けるな。はい、県道30号線に入りました。国道309号線から県道30号線に入りまして、奈良のね、山あいの田園風景を見下ろしながら走って、カブの旅。いや、いい時間帯にね、いい感じで走ってますよ。気持ちいいですよ。五世、五世かな、この辺。五世なのか、山手高田かな。ここを曲がる、よいしょ、ここを曲がる、よいしょ、よし、こう行こう。マニアックルートです。出ました、小山さんのマニアックルートです。かっこいいけど、絵的にはすごくいいですよ。ものすごくいい風景を走っておりますよ、私。い
いですね、綺麗ですね、素敵だな本当に。この辺りの風景は本当素敵、綺麗だわ。そしてマニアックルートを選択する。小山さん、ここ曲がる、曲がる、曲がる、曲がります、曲がりました。これはどこを抜けるんだ、この道は。山を抜けれるのか、これ。マニアックなルートを選択しております。お？なんだ？なルートですね、これね。これ山越えれるんでしょうか、それともどこかにぶち当たるのかな、峠道の。これはマニアックだな、全然予想もつかないところを通っております。まあ地元の方ですからね、地元の抜け道があるんでしょう。全くノーチェックでした。ここはどこだと思いながら走ってます。ここはどこだ？あ、かっこいい櫓だな。なんだこれ、かっこいい櫓だな。だいぶ登ってきましたね、今。お、ここ右曲がる？ここ右曲がる。よいしょ、右に曲がりました。マニアックなルートを選択し、今ここどこだっていう感じなんですが、気持ちはいいです。風が気持ちいいですね。いや素敵だな、綺麗です、本当に綺麗です。綺麗でたまらないです。マニアックだなマニアックだな。あ、綺麗な風景ですね。ほら僕の影が見えますが、綺麗ですね。奈良の街が見えます。あ、素敵だな。水車、水車があったね。県道254号線を走っています。だいぶぐねぐねといろんな道を走ってきましたが、県道に合流しました。はい、ここで県道30号線の手前をさらに左へ曲がります。イエース、曲がるよ、よし曲がろう。道の駅かな、楽しいこれはこれですごく楽しいです。登りませんな、登りません。2速にギアダウン。さあ頑張れ、さあ
頑張ってくれ。さあ頑張ってくれ。カブちゃん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 と頑張って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 登ってくれ。カブちゃん頑張って登ってくれ。よし登り切った。さあ行こう。マニアックなルートを進むカブちゃん、そしてベスパ。ベスパの後をついていくとどうしてもマニアックなルートになってしまう。頑張ります頑張ります。ついていけついていけついていけ。カブちゃんとにかくついていこう。ここがどこかはわからない。ここがどこかは全くわからない。とにかくついていく。もうついていく他はない。ついていく他はない。南半田道路って書いてあったから高速道路ですね、これ右側ね。その速道を走ってます。いやー速道を走っております。これはだからこのまま多分速道で山を越えて大阪に入り、おそらく、まあ、ほぼ大志温泉の近くのところに出るというルートでしょう。こんなルートなんてもう全く思いつきもしませんでした。さすが地元の方は違います。なんかジェットコースターみたいな道がどんどん続きます。いや登っては下り登っては下り、本当ジェットコースターみたいな道路が道のりが続きます。非常に今涼しいです。これ一方通行違うよね。どうなんでしょうか。だいぶマニアックなルートでございますが、こういう道、嫌いではございません。どっちかというと結構好きです。よくね高速道路こう運転しながらね、この速道ね、もう高速道路沿いの道なんて誰が通るんだろうなとか、誰か通るのかなみたいなことをね考えたことありますけど、そういう場所を今私は通っています。まあ、地元の人が使うのかなと思ったりもしたんですけど、多分その高速道路に何かあった時のための道路なんじゃないかな、この速道っていうのはね。一緒にまあそれか作る時に、高速道路を作る時に一緒に作った道路なんじゃないかな。おっとさあどっか繋がったよこれ。よし、あ上りですね。また上りだなこれ。上りが続く。楽しい。よっしゃいいぞ。ベスパとランデブー走行を続けております。よいしょ。おーなんかどこの坂これ。竹之内街道、これ竹之内街道ですか。これ竹之内街道に繋がりましたよ。ということはこれ竹之内峠か。マニアックなルート選択でしたね。でもこれ峠道を越えたら大阪です。右側がだから二条山だと思います。二神山二条山、随分と長く続く上り坂です。頑張れカブちゃん頑張れカブちゃんカブちゃん頑張って。今この時間帯ねすごくまったりして気持ちがいい。光の具合も気持ちいいですし、なんせよね気温がね今日陰に入ってすごくね気持ちいいですね。涼しい。いやーこれ気持ちいいわ。あー竹之内街道ですね。登り切りまして大阪に入ります。大阪府大志町です。入りました。やった超えたぞ。さあ大志温泉まであと少し。頑張ろう。いやすごいな、超えたな。そして下り、さあ下り坂急ですよこれ。まだ暗がり峠に比べたらね全然急じゃないですからね。いやすごいな。